松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。松尾チャンネル。今日は第106回目。6月の6日、6月に入りまして、ね皆さんご心配だったに、まあ株式相場、これはですね、まあ5日間続落した後。 ニューヨーヨクダウが急半島ということでね、まあ、あの昨日あたり大きく上昇しき、まあ、今日も一時、続伸の動きがあったんですけどもね引けにかけては一気にだれてしまいましたね、まあ、あのソフトバンクだとかファーストリテイリングは非常に堅調な値動きで今日も上昇を、ね、結構してるんですけどね他の銘柄ガねがちょっと元気がないという状態ですね。 まあそういう意味では、ね、ソフトバンクファーストリテイリング除いたら、ね、今日は日経平均はわずか2円の値下がりなんですね。2何2円の値下がりなんてねちょっとこうよく理解できない値下がりでねあ、まあ、トピック数は 5, 円5ポイントほど安いということでね、まあ、実際にあの個別の銘柄それぞれ見てると今日はあんまり、ね、引けにかけて特に、ね、状況がよくなかったと。 てしまいましたよね。ええ、後場に向けて株安が108円台スルスレまでね上昇って言います。か円高に向かったというところはバックグラウンドにあるわけですね。まあまだまだね、こう何ていうかいつ続落の後のまだ高位相と言いますかね、そういう状況でまた日経平均2万円ねに向かっていくのかとかね心配事がね耐えないという状態ですね。 まあそういった状況の中で、えーまあ、個別の銘柄ねいろいろ出ておるんですけどね、まあ、私としてはですね今日もプレゼンテーションね何社か説明会がありましてやはりこのところ出席する企業ことごとく配当利回りがめちゃくちゃ高いですねめちゃくちゃといってもね別に配当利回りが10%あるとかそういうことではないんですけども。 まあこれだけ世の中低金利で、ね、銀行預金預けても、ね、ほとんど鈴芽の涙という状態ですけども鈴芽、まあの涙どころか、ね、目に見えないぐらいの金利なんですね。まあ、それに対して一部、銘柄においては買い、ね、取り回りがです、ね、4%台なんてねそういうのがゴロ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 するようになってきたんですね。で今日、企業説明会があったのが「大成恩長1904」。 これがまあ今日説明会でこの会社の場合が配当金一株70円という今期予想これで株価が1,705円、えー、配当利回り4.11というところに位置しているわけですね。まあ、配当利回り高い銘柄ねいろいろ出てまして昨日はですね1県1847、えーまあ、これも建設業ですね商業施設の建設を中心に、えーまあ、行っている会社。 まあこれがあの配当利回り今期80円配当の予想で4.76%株価1680円もう本当になかなかね株価上昇しないでその中で配当利回りだけはねこう高いねということなんですねいろいろ質問も飛び交いました、まあ、今期業績をマイナス予想してるわけですね先ほどの大西洋町も今期マイナス現役、まあ、現役の株をねなかなかね元気よく買おうというわけにいかない まあ、そういう意味で投資家がちょっとこう。積極的に投資しようっていうね。今状況にはないということで、まあ、こういった銘柄が放置されて、株価がどんどん値段が下がってきているという状況。結果として配当利回りが高いということなんですね。配当利回りが高いからといってね。安心はできないわけですねこの先業績どうなるのと、やはりあの業績が不安感があればね。まあ。 えそんな配当だけにね、えー、まあ評価をしてね投資するわけにいかないと減配とかもあり得るよということになればねやはり配当だけっていうわけではいかないただ、まあ、例えば財政温庁の説明なんかを聞いてますとね、まあ、今期現役見通しではあるんですけどもね、まあ、いずれにしても東京オリンピック以降やはりあのやや慎重にならざるを得ないんですけども各建設業界は人手不足とか 原材料価格高というのがバックグラウンドになっていまして、決してあの仕事の量がねどんどん減っていく状況にはまだないんですね。しかも2025年大阪博覧会が予定されていると、それからまあこのところ話題になっているその積極財政に転じる可能性というのもあるわけでね。まあ、そういった意味で。 まあ公共投資もまた拡大する可能性もあるということでね決してあのネガティブな要因ばっかりではないということでね配当利回り4%台でなおかつ堅実に経営している会社こういったところは中長期的に見てもねまあ年金運用者って年金個人年金なんかね求められている皆さん4%台の配当利回りあればですね まあ5,000万のお金があれば毎年200万の、ね、配当リターンが入るわけですね。まあ、それだけでもけしあの馬鹿にならないわけですね。まあ、そういった可能性のある銘柄に対して、ね、しっかりと投資していく局面かなと思うんですね。このほか配当利回りの高い銘柄って皆さん、まあ、私どもの方で発行している株式同好会の開放誌にはたくさんしたためております。例えばシンは これがそれからオーベル7670実はオーベルは明日企業訪問する予定にしてるんですけどねこれが4.38%ということでね、まあ、本当に配当リバリンが高いのがたくさんありますね。それから昨日ね訪問した会社 Zoom6694、まあ、これは4.57ということで、まあ、これはどっちかというとバリューというよりは成長志向のね会社日地、まあ、マーケットの中で 成長していいくという企業なななんですけどもなかなかこう成長志向もある企業なんだけども評価されない株価がどんどん下がっていくこれはあの米中貿易摩擦というねこの辺の要因が絡んでちょっと評価が落ちてきているというところなんですけどねちょっと他の銘柄とは違うかなということですね。それからまあ4%に至ってない銘柄はご存知テノックス1905これが3.91ということでね、まあ、この辺まで含めて ハイリりのちょっとね高いものを皆さんできるだけあのまあ中長期的な配当利回りを狙ってね投資する皆さん多いと思うんですけどもまあこの辺りはねちょっと注目いただいていいかなということなんですね。であとまあ配当とは関係ない銘柄このところいろいろね動いたりもしてます一つの流れとしてはキューボードの流れねキューボードリブワークそれから日ソープロ。 この辺どういうわけかね皆さんご存じ見ておられるかどうか分からないですけども結構しっかりしてるんですねトレンドが右肩上がりでじわじわと上昇してきているとこういうパターンの銘柄それから定位でですね、まあ、ちょっとこう放置されてきたような銘柄がかなり人気を集めつつある例えば直近でいきますと玉川ホールディングスね6838が1400円台目につきましたと、まあ、ちょっと今日はね調整小,幅小幅調整が入りましたけども このほか、日本精密七七七一ですね。これが今日三十円高、百三十九円ですからね。株価、百丸九円の株、百九円の株が百三十九円。高値百四十円台までついたりもしてましてね。まあ、これだけ、まあ、動きますと、定位っていうのはなかなか面白いね、というふうになってくるわけですね。まあ、この辺がね、ちょっとこう、ポイントになってくるかな、というところですね。まあ、あの、全く、先ほどの高利まあ、配当利回りの銘柄とは、逆に。 ね一致、えー、しているような銘柄、こういった銘柄の中にまたテーマ性のあるものとか、えー、7月の配当取り銘柄とか株主優待取り銘柄とかいうのも入っておりますね。えー、例えばアクセル 6730AI 関連、えー、528円今日も安いですけどね。えー、配当利回りはたった0.95なんですけども、まあ AI 絡みということで、えー、ちょっとこう頭重いんですけどもねこのどっちかというとその 収益がそんなパッとしないとかねだけど半導体絡みですよ本当にねアームみたいなねイメージもあるわけですねまあそういう意味でこういう銘柄も注目できるのかなとまあパチンコパチンパチンするホール向けというのはねちょっとイメージが悪いわけですけどもそこから変わろうとしているところで評価できるかなとで同じ AI 絡みもうこれがまたピカイチの銘柄が最近動いてましてオプティマあ違いましたごめんなさいオプティム3694 オプティム、これ佐賀大学発ベンチャーということでこれ AI と産業各産業をつなぐシステム a i プラス〇〇という表現の仕方を言ってますね例えば農業だとか研究だとか医療だとか AI といろんな分野とつないでいってこの会社が大きく伸びていくっていう姿を描いてるんですね、まあ、先行投資今進んでますですから実際に今期も13億ぐらいの営業利益出るとかねいう話はあるんですけども。 どれだけお金使うかによってその営業利益の額がまあ減ったりするということで、まあ、先般5月30日の会社説明会社長の話を聞きますと、ね、これはまあネットで見れるんで、ね、ぜひ皆さんもご覧いただきたい、もう本当に、ねえー、面白いですす引きつけられます、えー中にはね、お話の中にドローンのウーバー版みたいな話もありました、まあ、やはり、ねえー、そういった内容を聞きますと、ね、皆さん投資家の皆さんが関心を持つと。 いうことで、もう時価総額は一気に890億というま水、あ、準までね踊り出てるわけですね。だから株価どんどん上がってきますとどっかでまた下がるんじゃないかと不安感があって一般なかなか投資しづらいという欠点もあるわけですけどね。まあこういった AI 絡みというのはやはり市場の中でテーマに非常になってるということもご理解いただければというふうに思うんですね。えー、まあソフトバンクが AI 軍戦略でね評価されてる、まあそれまあソフ,トソフトバンクの孫さんが 佐賀の出身いやこのオプティムのね社長もどうも佐賀大学、ね、ですからそういう意味で佐賀,佐賀の辺りはちょっとなんとなく AI で盛り上がってるみたいなね、まあ、実は私も佐賀の出身でございますので、ね、ぜひ応援したいなというふうには思うんですけどねまあそういったあの流れ、まあ、あのフリービットの石田さんもそうですけどね佐賀の出身者は、ね、なかなかねなんか面白い人たちが多いなというような印象を持つわけですね。 その他、ねまああのいろんな銘柄の話をしたいと思うんですけどもね、まあ、あの一気に株価上がらないと思いますけども今密かに研究中の銘柄今日は最後にご披露しておきます6276ナビタスこれが時価総額が17億5000万しかないわけですけどね株価四412円今日は安値が408円、まあ、これねちょっとこうコツコツと今研究してですね皆さんにぜひね ご報告したいいなという,ふうに考えておるんですねこれは中身はねまたちょっと改めての機会にお届けしたいと思うんですけどねまあ原則あの私もキャッシュがそれなりにあって無借金であったりね実質ね無借金であったりしてバリュー的な要素もつあってなおかつ将来成長しようかなっていうね意欲を示しているような会社にできるだけ、えーまあ、皆さんに注目していただきたいと。 そういった流れにもしかしたらこれがあの、まあ、まだ現在17億5000万の時価総額しかありませんのでね可能性としてはあるんじゃないかということで今現在研究中ということでこうご期待ということですね、まあ、明日はね先ほど言いましたように OL の説明会社訪問しますんでねちょっとこういろんな企業説明会それから企業訪問を経てね皆さんにいろいろお届けしたいというふうに考えております。 まあちょっと閲覧数ねもっと増やしたい今どうもあの登録者数がこの「松尾チャンネル」463ということでねこれを500日600日ということで持ってきたいんですけどもちょっとそのためにちょっと力を蓄積したいということで次週はねちょっとお休みするかもしれませんもういろんなあの説明会がありましてそれを消化するだけでも大変な作業でございますのでこれまたね一生お休みした後またじっくりと皆さんにご報告するその流れにしたいと思いますので。 よろしくお願いいたします本日は以上ですありがとうございました